Hello, everybody. Welcome back to Tevi. The heck am I doing? I need to get down here. I guess I'll just do that. Let's see if the forest is, all misty. Let's see. Yes, it appears to be. I don't want to know the right path forward. I would like to leave. Fence down from what? Okay, I guess I just have defense down now. Was not where I was supposed to go. This is another different zone. How did I end up in the mines again? Okay. What? What's going on here? Help, help. Nope, nothing. Okay. Oh, that's nice.
I don't think this is going to work. Yeah. That means I'm stuck. Well, can't progress here. Okay, well, going underwater probably isn't the best. Well, let's see what's going on over here. Oh, I guess I am going underwater. Naja. Off we go. This is where I'm supposed to go. Interesting. Okay, well, I can't go this way, so... Neat. Guess I'll just drop back down. But there's gotta be something, right? What if I just go to the right instead? More iframes. Do I have only 3 points for that? Yeah.
Apparently this was intended. ですわよ。 観光案内の写真は見たことあるんですけど、実際この目で見てみたらもう美しすぎて。確かに素敵な眺めよね。ちょっと嘘っぽいくらい。この景観は南国の気候を忠実に再現したものですわ。嘘っぽいとお感じになるのも無理はありませんわね。ってことはこの一部は人工物ってこと？その通りですわ。反乱の後、アナテマはどこも戦争の爪痕で荒れ果てておりました。この土地を復興させるという条件で大手企業が買収し、次々と再開発していったのですわ。ソロンダビーチもその一つで、トラボール鉱山が所有しております。ここはリゾート地として開発され、さらに海岸沿いの南側では港の再建も進められているとのことですわよ。看板を見るとこのリゾートはオープンしたばかりみたいですね。だけど周りには誰もお客さんがいませんね。変じゃないですか？人が少ないのは確かですわね。奇妙なほどに。オープン直後であれば観光客で溢れていてもおかしくありませんのに。なんか事件の匂いがするわね。10ゼニーかけてもいい。その賭け、君の勝ちだね。Oh no, Shadow Man. おしゃべりの邪魔をしてすまないね。私の名はミスターポンプ。ソロンダビーチの経営者だ。通常ならお客さんは温かく歓迎するところなんだが、現状は通常とは程遠くてね。どういう状況なの？最近ソロンダビーチでは奇妙な出来事が続けざまに起きているんだ。海中に正体不明の人影や鍵爪の痕跡が目撃されたり、
また泳いでいる最中ずっと誰かの視線を感じるとかの苦情が寄せられたり、悪い噂が絶えなくて難儀してるんだ。怖い話は苦手ですわ。真意のほどはいかがですの？調査はしているんだがさっぱりわからんのだ。しかも甥っ子がダイバーたちを引き連れて探索していたところ、浄水装置の故障の警報が鳴ってね。浄水装置の故障は深刻な問題なのだよ。甥っ子は装置を一刻も早く復旧させるため海中での探索を一旦中止し修理に向かった。しかし潜ったメンバーの中で私の甥っ子だけがまだ戻ってきていない。連絡も取れない状況なのだよ。彼ほどの熟練者なら浄水装置の修理もおそらくそれほど時間はかからないはずなんだが。熟練者ってあんたの甥っ子の本職は技術者なの？ああ、彼の名はフリードマンといってな、トラボールで最も才能あるエンジニアの一人だ。水中装置が彼の専門でね、数多くの機器を開発している。 Go underwater thing? I want go underwater thing. 革新的な水中移動装置であるトラボール鉱産金星ハイドロダイナモも彼の発明品だ。ともかくレスキューを派遣したんだが、彼らもどうやらひどい目にあったらしく、満足な報告すらできないような状態で戻ってきてしまった。おかげで今では誰も水辺に近寄ろうとさえせん。まったく役立たずともべ。よし、決めた。私が調査に協力するわ。本当か？いや、しかしそうは言っても、人は見かけによらないものよ。私は探検家でね、いろいろな奇妙な事件の経験も豊富にあるのよね。もちろんこの一件簡単ではなさそう。危険な予感もかなりするから、できる範囲でサポートはしてほしいわね。みんなで頑張って解決して、みんなで幸せになろう。わかった、いいだろう。それならまずこちらに来てくれ。現在判明している情報を全て提供しよう。OK。Go to beach. Stumble upon the strange. On we go. 手厚い待遇ありがたいわ。依頼者がみんなこれくらい協力的だったらお仕事も楽なのにな。厚遇は当たり前ですわ。トラボールは大企業ですもの。彼らにとってフリードマンのような優秀な人的資源を失うのは計り知れない損失になるのでしょうね。どうせアストラルギアを探しに海中を探索するつもりだったし、一石二鳥だわ。でも海って広いじゃないですか。どうやってフリードマンさんを見つけるつもりなんです？ミスターポンプはフリードマンが行った工事現場の話をしてましたわね。まずはそこに行って手がかりを探しましょう。じゃあその場所の特定よろしく。Alright. I imagine we're now going to the left. Oh, look at that. We're going to the left. Crazy. Wait, what? Where? What do you mean, up? Well, that's not right.
Wasn't there a spot here? Guess not. Must have been up above. But on we go. Now we're trapped in here. ミスターポンプの言ってた浄水装置ってこれですよね。作動してないみたいですけど。損傷してるからよ。見て、何かがぶつかった痕跡があるわ。この辺りの水質がかなり悪いのはこの装置の故障のせいですのね。ちょっと採取して簡単に調べてみましたけど、やはり汚染物質の濃度が通常より高くなってますわ。アナテマが近いのですから当然ではありますが、大都市の排水はそもそも近郊の海に影響が大きいですからね。そうね。この装置の修理をすることなくフリードマンは行方不明になった。早く彼を見つけてこれの修理もしてもらわなきゃね。この辺りにスペクターがいたりしますかね。泳げるスペクターとかゾッとしないわよ。よいしょ。もしかしてネレイじゃないですか。ネビーさん見てくださいよ。ネレイの一族ですよ。なんて美しいんでしょう。どうしましょう。セリアさん、僕ネレイの人に会ったことがないんですよね。どんな風にご挨拶すれば失礼にならずに済むんでしょうか。そこのご本人に尋ねてみればよろしいのではなくて。本当にトンマなんだから。私はセルリアと申します。セルリアさん、こんにちは。僕の名前はセブルです。こちらがテビエさんとセリアさんです。はい、こんにちは。
私は別に怪しいものじゃないですよ。ちょっと忘れ物を取りに来ただけなので。忘れ物って？私のバッグ、実は海底に落っことしちゃって、皆さんがいなくなるまで待ってるつもりだったんですけど、戦闘中にもし傷ついちゃったらなんて思って。バッグでしたらそこにありますよ。無事でよかったですね。ありがとうございます。ではこれで失礼します。いいえ、お目にかかれて光栄でした、セルリアさん。セーブル、いつも以上に挙動不審でしたわよ。ぎこちないというか、妙にテンション高いというか。いや、びっくりしちゃって。だって伝説の中だけの空想の存在だって思ってたんですから。謎の深海人、美しきネレイって。僕の妹、小さい頃はおとぎ話が大好きで、不思議な力とか海底に栄える真珠の王国とか、そういうものを食い入るように読んでたんですよ。今度妹に本物のネレイとお話できたって言ったら絶対喜ぶと思うんですよね。私もネレイの登場を喜んでるわよ。重要な手がかりをゲットできたからね。重要な手がかり？気づかなかった？彼女が持っていったバッグの右上にトラボールのロゴがあったの。あれって多分もともとトラボールの社員の持ち物だったんじゃないかと思うわよ。セルリアは自分の持ち物だって言ってたけど、何かありそうね。なんでそんなことを。 Yes, the correct conclusion. もしかして彼女トラボールの社員とか。まあそういう見立てもできなくはないけど、とりあえず急いで彼女を追いかけましょう。あの子泳ぎうまそうよ。I got a bunch of money. All right, now what?